ちは、CSBA の中島志郎です、今回もスキーから学ぶゴルフというのをご紹介したいと思います、第1回目は脱力するということ、それから2回目が下半身から動いていくということ、そして今回の3回目は、プレーンオンバランス、バランスには4つの方向性がありますよということをご紹介したいと思います。この4つのバランスは、1つ目は前後のバランスですね。それから2個目が横のバランス、左右ですね。そして3つ目が回転のバランス、ローテーショナルバランスと言います。そして4つ目が上下のバランス。この4つのバランスを紹介していきたいと思います。それではご覧ください。それではスキーの中のプレーンオフバランスをご説明します。まずプレーンオフバランスのうちの最初のバランス、これは前後バランスです。はい、前後バランスは英語でフォーアンドアフターバランスと言います。前すぎるとこういう形ですね。後ろすぎるとこういう形になります。このようにスキーのターンしている最中に足の裏で重心が前に行ったり後ろに行ったりしながらバランスを整えています。これがフォーエンドアフターバランスです。ゴルフのスイングの中では右足と左足で重心が前後に移動しながらバランスを整えているのが分かります。2番目のバランス、これがラテラルバランスになります。ラテラルバランスは今ここが斜面になってますけれども、このように斜面に立った時に平行になっていればバランスが取れているということなんですけれども、これがこうなったりあるいは行き過ぎてしまうとバランスがセンターでなくなってしまいます。スキーを例に挙げると分かりやすいんですが、各関節の高さが平行になることがバランスを整える上で重要です。これがラテラルバランスになります。ゴルフのスイング中に重心が右から左の方に移動しているのが分かります。もう一つのバランスは回転のバランス、ローテーショナルバランスです。ターンをしている最中に外の足と内側の足の圧力がだいたい同じようにずっとターンをしていけば、その回転のバランスになってるんですけども、こうなってしまったりあるいはこうなってしまうとここの圧力が変わってしまいます。こうするとバランスが狂っています。このような形でターンをしていくのがローテーショナルバランスです。バックスイングでできた上半身と下半身の差をそのままキープしてダウンスイングに向かいます。腕は常に体の正面にあります。インパクトではバックスイングでできた上半身と下半身の差をそのままキープしてフィニッシュまで向かいます。これがローテーショナルバランスです。で最後のバランスなんですけども、これは上下のバランスです。英語でバーティカルバランスと言います。バーティカルバランスは高すぎたり低すぎたりするバランスと言います。コブの中では常にスキーが雪面との圧力をキープするためにコブの上では体が小さくなり、コブの下では体が長くなっているのが分かります。このことによって常に圧力が一定になります。はい、これがスキーでいう4つの、プレーンオフバランスです。スイング中に股関節を中心にそれぞれの関節が上下に動いているのが分かります。これが4つ目のバーティカルバランスになります。はい、いかがでしたでしょうか。本日はプレーンオフバランス、4つのバランスをご紹介しました。この4つのバランスに関しては全てがつながっています。前後バランスが少し乱れるとラテラルも回転もバーティカルも狂ってきます。ですからスキーにもゴルフにもこの4つのバランス全てを整わなければいけないんですけれども、そう考えると
全てを整えなきゃいけないのかと思ってしまうわけですね。でも逆に言えば一つのバランスをしっかり合わせれば他の3つにも影響して揃ってくるってことが言えるわけです。ですからこの4つのバランスのうちまずどこか1つをフォーカスしてその1つを直すようにしてみて練習してみてください。でそうすることによってその4つのバランスが少しずつ揃ってくると思いますし少しずつ調整していただければと思います。はい、本日はプレーンオバランス4つのバランスをご紹介しました。次回からはですねこの中の1つずつのバランスに関してもう少し細かくご紹介していきたいと思います。はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。さようなら。